はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム IF 暗夜王国編、では第9章ですね、やっていきたいと思います。ちょっと外伝をやってモズメちゃんを仲間にしました。モズメちゃんですね、まあレベル1なんで、できればな、両生長持ってるから育ててはいきたいんだけど、死ぬ恐れがあるからな。とりあえず第9章ですね、このままいきましょう。再びの試練。あ、なんか九章の紹介読むの忘れた。王女クラーケンシュタイン。クラーケンシュタインってなんか名前はかっこいいよな。そうかそうか、ミカミックスよ。この父の名誉見事果たしたか。ふわっはっは。相変わらず笑ってんなこいつ。面白い。ならばもっと苦しく、もっとむごい役目を与えてやらねばならんな。入れ。ガロン王様。ミカミックス様がお戻りになられました。見事一人の犠牲もなく反乱を平定されたようです。謁見の間にお呼びしましたので、ガロン王様にもお越しいただきたく。ああすぐに行く、お前は先に待っていろ。承知しました。てかこの部屋どこなの。普通の通路みたいな感じだけど。お、戻ったぞ。たくめんどくさい仕事をしつけやがって。なんでみんなでわらわら来んの。誰も座ってねえし、はい、背景の椅子座ってなくね。ただいま戻りました父上。よく帰ったミカミックス。お前の働きはマクベスより効いている。一人の犠牲者も出さずに部族の反乱を平定したそうだな。波の実力の者ができることではない。よくやったぞ。約束通りお前を再び我が子として受け入れよう。ありがとうございます。もったいないお言葉です。よかったなミカミックス。ああですわ。ガロン王様、ミカミックス様はどうやらお一人で向かわれたのではないようですよ。ちくりやがってこいつ。マクベスめ、余計なことを。なんだと。やばい、逆鱗に触れた。お父上の一人で部族の村に向かったのではない。それは本当かミカミックス。はい。父上から仰せつかった任務は俺一人で反乱を平定することでした。ですがその過程でフェリシアやサイラス、エリーゼやその進化の者たち、彼らの助けを借りたのは事実です。そうか、お前はこの父の命を破り妹や進化の力を借りたと。これは許せませんなガロン王様。ミカミックス様はハイドラ神の神託に背かれた。てかお前ハイドラ神のこと知ってんの。普通に言ってるけど。神の怒りを買ってもおかしくない所業ですぞ。やはりミカミックス様はここで始末しておくべきかと。やめて。そんなのダメよ、絶対ダメ。私たちが勝手についていっただけなの。ミカミックスお兄ちゃんは悪くないわ。だからもし処刑するなら私を。エリーゼ、それは父上。いいえ父上、罰を与えるなら私に。皆にミカミックスに、ミカミックスを助けに向かうよう手引きしたのは私です。ですから全ての罪は私にあります。処刑をするなら私一人を。マークスか、まあ、お前が死んだら暗夜軍戦力ガタ落ちだからな。もうよい。おお、お許しが出た。わしとて可愛い我が子に罰を与えることは本意ではない。お告げ通りではないが、任を果たしたのは事実。ハイドラ神も許してくださるであろう。ガロン王様、ありがとうございます。父上、それにマークス兄さんたちもありがとう。ああだがお前たちがこんなに良い働きをしてくれるとは思わなかったぞ。その実力を買って早速次の任を下そう。次の任ですか。ああ次はお前たちをノートルディア公国に向かわせる。その地を制圧し暗夜王国の支配下に置いてきてもらいたい。ノートルディア公国を。よいか。先端が開いた後、あの地には白夜王国の軍隊が、これなんていうの、蔓延っていう感じだよな。なんとかしていると聞く。そこで白夜の者たちが暗夜王国にあだなす策を講じているらしいが、悪い目を摘むのは早い方が良い。一刻も早く公国に向かい、
広告にいる白夜王国軍を根絶やしにするのだ。白夜王国軍と戦うのですか？やはり不本意か、生まれた国に刃を向けるのは。まさか。俺はもう暗夜王国の人間です。その2、必ずや果たしてみせましょう。期待しているぞ我が子よ。その言葉通り良い成果を上げてくるがよい。はい父上。まあこれは戦争だからね、しょうがないよ。あ、それじゃあ行ってくる兄さんたち。あ、気をつけてなミカミックス。かわいそうに、こんな少数の兵で出発だなんて。本当は私たちも力になってあげたいのだけれど、お父様ったら私たちには別の任務を下されるものだから。大丈夫だカミラ姉さん、俺たちだけでもやり遂げてみせるさ。うん、絶対大丈夫。ミカミックスお兄ちゃんには私がついてるから平気だよ。はあ、まあ、こいつは重要な回復役だからな。それが一番心配なんだけどな。うん、レオンお兄ちゃんひどい。まあまあ俺はお前を頼りにしているぞエリゼ。ありがとうミカミックスお兄ちゃん。私やっぱりミカミックスお兄ちゃんが一番好き。まったく、戦場に出てもやっぱりガキのままだなお前は。いいか、ミカミックス、ノートルディア公国には戦士に聖なる力を与えると言われる虹の賢者がいる。うまくいけばお前も彼から力を授かることができるかもしれん。ほう、ノートルディアにはそんなものがいるのか。だがお前もということは他にも力を授かった人間がいるのか。そうだな、私とそれから父上も賢者殿から力を授かったものだ。そうだったのか。ああ、だが賢者殿から力を得るためには厳しい試練に挑まねばならん。もし挑戦するのなら相応の覚悟をするんだな。分かった、今の実力じゃ無理だよ。あの70の塔は突破できないよ。俺はこの戦争を終わらせるために少しでも強くならなくてはならない。賢者様のこともぜひ探してみることにしよう。そうか、お前が成長して帰るのを楽しみにしているぞ。ありがとうマークス兄さん。ではそろそろ行くか。ブーンを。ミカミックス兄さん気をつけてね。ミカミックス、じゃあな、お前らも生きて帰るんだぞ。朽ちた黒竜砦、これ白夜のとこでも出てきましたよね。これのどこが竜なんだろう。なんか全然竜には見えないんだけどな。大きな砦が見えてきたな。あそこを通るのかサイラス。ああ、あの砦を抜ければ港まで続く街道に出られるようだ。ほう、立派だな、なんだか大きな竜のようだ。さすがミカミックスお兄ちゃん、竜みたいだっていうのは正解よ。実はあの砦竜そのものでできてて黒竜砦って呼ばれてるの。黒竜砦、うん、ちなみに黒竜っていうのは大昔に死んじゃった竜の名前よ。黒竜が名前なの？黒竜っていう竜の種族じゃないの？生きていた頃はそれはもう大きくて立派な黒竜だったらしいけど、その竜が死んでからはこうやって体を砦として使ってるんだって。そうか、大昔の竜だったのだな。いいか、けど今はあの砦は白夜王国軍に占拠されていると聞くぞ。通り抜けるためには彼らと戦うしかないが。そうだな、やむを得ないだろう。ここを通らなければノートルディア公国に行くことはできない。それにいつかは白夜の兵と戦わなければならないんだ。覚悟はできている。うん、分かった、じゃあ今のうちに戦闘準備を整えておこう。お、これで戦闘準備か。うわー、モズメ出せないのか。そうすると誰だ。モズメはちょっと出したいよな、やっぱりレベル1だしレベル上げたいから。そうするとハロルドかな。ハロルド、斧ちょっと命中率が低いんで今回ちょっと外してモズメでいきます。戦闘開始。なんかいる。煩わしいわね、ニュックス。まさかここに白夜の者たちがいるだなんてうかつだったわ。さっきから子供がいるだの捕まえろだのうるさいのよ。年派のいかない若造が私を子供扱いするだなんて100年早い。これだからこの姿を他人には見せたくなかったのに。
あれ、アクアもいるし。こんなところまで連れてこられて私どうなるのかしら。このまま白夜王国に捨ておかれるか、それともここで殺されるのかもしれないわね。仕方ないわ。私はもともと白夜王国のものではないもの。戦争が始まればこうなることは分かっていた。でもせめて最後に。ミカミックス、俺に会いたいのか。あれは龍脈。この砦は古の黒竜が朽ち果てたムクロ。もしかしたら龍脈を使えば砦内の敵を攻撃できるかも。なるほど。制圧か。鍵、まあこれはいいや。ニュクス、ニュクスは緑キャラか。ってことは多分会話すると仲間になる感じかな。アクア、アクア動かせんな。龍脈が、強酸の雨で全員にダメージを与える。こいつらだけか。まあでもいいかな。じゃあまずアクアはあそこを目指すか。一応危険範囲を、まあどうせ危険範囲って言ってもすぐ入るからしょうがない。これでいくか。で主人公をこっちにやって、 OD をちょっと護衛につけて、回復役としてエリーゼをつけよう。あとちょっとこいつら固まってるからな。全員危険予測をしておいて引き寄せよう、なるべく。こいつ硬いからここにいて、ここで、フェルシアはここら辺、これでいっか、とりあえず。で、あと、環境か。モズメを仲間にするとき、外伝でオフにしたんで、これでいいかな。てか、死なね、これ、食らったら。やばくね？てか、死んだんだけど、マジで。アクア、お前、ちょっと、何しに出てきたんだよ。せめてもう少し戦えればよかったのに。ここまで見たいね。マジか。ちょっとこれはないよ。ここで撤退させてちょうだいって。何もしてないじゃん、アクア。ちょっとここは、ここはリセットさせてもらう。ここだけ、ここだけリセットさせていただきます。いやー、ちょっとこれはかなり想定外だったな。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ということで、第9章すでに開始から10分くらい経ってますけど、まだ何にも進んでないっていう。何が起こったんだかさっぱりわからない。突然女が現れて死んでいったそんな感じだよ。9章ここら辺をもう全部すっ飛ばしていきましょう。いやー、ほん本当にさっきのは、お、でも一瞬で戻ってこれたな。はいはいはい。そうするとだよ、やっぱこれ入っちゃダメなんだよ。ここに行ってなるべく早めにこいつの援護が迎えるように、まず自分はここにいて、こいつを護衛につけて、さっきと同じだよな。ここはやっぱ危険範囲は表示しとこう、全員。これはもう超重要だ、この危険予測的なの。まあ、死んでもいいって言うんだったらね、別にいいけど、今回死んだら終わりだからな。やべ、ハロルド出してた。ハロルドがいたよ。はい、カット。お前リセットしないって言っときながら何回リセットしてんだよっていう感じですけど、ここまで意外に早く戻ってこれるんで、もうここだけ、この急所だけ、ちょっと勘弁してください、本当に。はいはいはい、スタコラさっさと。ほいほいほい。ほい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 。何回見させられるんだ、この第9章。ハロルド外してモズメと。はい、OK。で、こいつは、あ、ちょっと表示しとかないと。ここで、ほいほい。ほいほい。はい、オッケー。主人公右、コーディンも右。てか防刃を敷いてった方がいいのかな。もう後陣だけでだいぶ攻撃的な陣形でいってるからな。おお、味がさっとした。ってことは
あ、少し範囲が広がってんな。よし、これオーディンだし。ヘイトーキング、ニュックス、てんてんてん。なんだ子供、ここにいたら危ないだろう。俺たちが保護するからこっちに。いらないわ保護なんて、私は子供ではないもの。だが坊や、耳が遠いの、必要ないと言ってるでしょ。坊や、どう見ても俺の方が年上だろう。面倒事はごめんだわ。私にもう関わらないで。私はただ誰の目にも触れず一人で生きていきたいだけなの。一人？お前一人なのか。家族はどうした？ええ、そんなものとっくの昔にいなくなったわ。みんな私のことを気味悪がって離れていった。だから私は一人よ。今までもこれからもずっと。そうか。では俺たちと一緒に来ないか。はあ？何を言ってるの、人の事情も知らないくせに。ああ、確かにお前の事情はわからないが、一人ではここを切り抜けられないだろう。俺も一人で戦ったことがあるが、仲間や家族が助けに来てくれなかったらきっと死んでしまっていた。お前にもそういう人間が必要だ。それにやはり子供を放ってはおけないだろう。まあ、だから私は子供ではないと。でもそうね、考えても見てもいいかもしれないわ。他人に興味が湧いたのなんて随分久しぶりのことだもの。私に手を差し伸べる物好きのことを知ってみるのも悪くない。いいわ、あなたについていく。この力好きに使うといいわ。こいつ何者なのそもそも。はあ、そういえばあなたたちはあの砦の軍と戦っているのよね。あそこの壁かなり脆くなってるわ。武器で攻撃すれば崩れそうよ。あ、マジで。てかここ行けなかったじゃん。まあちょっと少し戦力が整うまではこうやっとくか。こんな感じかな。なるべくおびき寄せたいんだよな。あのキーンってなってるのなんだ。こっちか、宝箱がある。宝箱、こいつ何気に宝箱の鍵持ってるからな。でここに行ってこいつをくっつけて、てか魔術師が2人いるなこっち。でもう一旦ちょっと待つか。動いてこねえなあいつは。で宝箱開けましょう。大丈夫だよな。宝箱と聖堂の薙刀。え、てかこいつ武器持ってなかったの。今聖堂の薙刀手に入れて初めて武器が手に入った。で主人公をどうしようかな。大丈夫かな、壊してえらい。あれ、そういえば環境、そうだな。でここはまだ大丈夫か。レベル9あるからこっちを置くか。こいつら来ないかな。ちょっともう一旦待とう。この危険区域を。でここに行ってどうしようかな。ちょっと自分を壁にして敵を倒していこう。こいつら本当に動かねえな。ちょっとエルフィだけ壁役としてこんな感じでいいかな。慎重に行こう、慎重に。来ないか。一応共産の雨てか聖堂の薙刀ってこいつ装備してなくね、持ち物。そうだ。で龍脈ほい。くーらえー、雨が降ってきたぞ。結構減ったな。てか一人と1だし。こいつらモズメで倒してモズメのレベル上げに付き合ってほしいけど、どうだろうな。これでどうだ。じゃあこれでちょっと終了しよう。来た5か。まあ大丈夫だな。お、倒した。ナイスだ。よしよし、これモズメで倒せんな。こいつも来たな。いやーでも勝てえな、エルフィー。やっぱり101か。無駄無駄。よしよし、うわーこいつも狙ってきたか。7、結構減るな。こい
てて戦闘が始まったとうとう。モズメで、いや待って倒せるか、倒せねえ、死ぬし普通に。だからいけねえし、どうすればいいんだ、どうすれば一番効率よく倒せる。こいつをこいつで狙って食らいなさい。でモズメで援護ありでこいつを倒すと26。これ両方当たんないとまずいな。オッケーオッケー、危ねえ危ねえ、緊張の一瞬だなマジで。54か。でフェリシアをここに置いて左を倒して、守ってみせるで、くらえ、なんとかなりました。でゼロでどっちだろうな、残るか、なるべくなら倒せる方向で行こう。数を減らす、やっぱりこれが重要だな。よしあっけないな。でエルフィーでどうしようかな、ちょっとこいつは壁役になろう。あとこいつら仮装すると主人公一発ぶん殴って倒せるな、さすが流石だな。攻撃力は高いな、 86%。 頼むぞ当ててくれよ。よしでこいつで攻撃を仕掛けてファイヤーかフィンブル、まあこっちの方が命中率が高いんで。準備がいいか、よしよし、見捨ててもよかったのよ。誰を、あと危険領域には入ってないからここら辺に人を置いとくか。 OK だな。アクアどうしよう、なんかもうやることねえんだけど、こいつここに置いとくか、とりあえずは。モズネを狙ってきた、あぶねえ、いってー手裏剣でピヨピヨピヨーとなった。うおー倒せる？全然倒せねえじゃねえかよ。エルフィー一発ぶん殴っとくか。食らいなさい。よしちょっとこれ先に回復だな。違う回復だよ回復。いきなりモズミを失いたくはないからな。これで、まあ、死なないから大丈夫でしょう。てか絶対倒せるこれは。食らえ、ナイス。よしレベルアップした。うんまあまあかな、力が上がってほしかったけど、まあ、ヒットポイント上がったからいいかな。であとサイラスを出しつつ、ただ回復したいからちょっと、でこいつちょっと宝箱開けたいから少し前線に出すか。こいつが多分あれなんだな、狙ってくるんだな。どうすべきなのかな、少し合流を待った。でちょっとサイラスを回復させて、で上から行きますか。危険領域に入るな、どういうことだ。でモズメちゃんはな、こいつらヒットポイント1部隊倒してからな、ニュクスかオーディンどっちか派遣しよう。上にモズメと交代だな。こいつなんだ、ここにいるとどう攻撃されるんだ。誰が危険なんだ、こいつはここまで来るか、ここに入るって、で入ってギリギリ入ってない。
て、この弓兵なんとかおびき寄せたい気もするけど、とりあえずまあいいかって、サイラスをこっちの方まで持ってきて、でゼロを護衛につけて、ニュクスも上だな、こいつもちょっとこっちの方でいいや。モズメを下に持ってくるか。でフェリシアで一応回復させとこう。何が起こるかわからないからな、ヒットポイントは満タンな状態に保っておくのがいいし、経験値稼ぎにもなる。よし10レベル、よくやった。これで実はでかくできたんだ初めて知った今。じゃあこれも終了して、あー来たか、弓兵か、あいたたたた。今回守備大事だな、守備地硬いやつはだいぶ役に立つ。くらえるか、次レベルアップ10レベル。よし力が上がった、救出でゼロで狙っていけんでしょう。信じている。いや、やっぱ弓キャラは強えな、こいつも大事にしていきたい。まだと、まあ早すぎ。移動プラス1、いいね。ミックスちょっとここら辺に振っとくか。なるべくなんか食らわない位置がいい。どうなんだろうな、こいつどこまで来るんだ。ここまで移動して主人公のとこどこまで来るか、こんな感じにしとくか。アクアはちょっともう何の役にも立たねえなこれ。行くしかないのかこれは。ちょっと一歩ずつ、フェリシアモズメとで上の舞台はちょっとこのまま進もう。先に壊せんの、壊せるけど、んここは大丈夫か、入るけどもいいや、もうちょっとここまで行けるし。は弓部隊か、今日ない11か、減らせ。うわー、ヒットポイント1のやつが来てしまった、カモが来てしまった。仕方がない、主人公の糧となってもらおう。よかった、いいね。あー弓兵狙ってきたな、いた、来てない来てない。よし、こいつはちょっとエルフィで倒そう。モズメちゃん、モズメちゃん絶対無理だなこれ。ってことは主人公をここに置いて、いや主人、あダメだ、主人公をここに置いて、でモズメでここに行って、いやこれでも上のやつから攻撃されたら死ぬな、こうか。そうするとヒットポイント2残るか、サポートしてやる。まあいや、全部攻撃ちょっと経験値稼いでこいつを倒して、大丈夫だよ、くらえ必殺。必殺逆に出されると確実に死ぬからな。でどうする、防刃組むか、魔力と幸運と魔法防御か、微妙だな、いっかな。とりあえずエルフィーでこいつを殺そう。そうだね、いいね、手やりやっぱ役立つわ。でフェリシアで回復させて、で宝箱開けましょう。うん、なんか手に入れたけど、こいつ壊しとこう、ガシャコーンと。
敵来るんじゃねえ、やばい、誰かの射程に入ったぞこれで。わ、来たー、もう船狙われたか。これも気の差だね。11、見たい、倒したけどこれ次食らったら死ぬよ。うまいこと言ったみたいや。来るか、8分でギリギリだ、ギリギリ射程から外れてた。やばい、こいつも回復させないとまずい。さすがに壁役といっても主人公は抜群の安定感があるからな。どうだ、よし、 OKOK、 まだ19くらい経験値入るか。でこの弓兵はもうこいつで倒そう。これ手裏剣食らうとさ、どれくらい能力下がるんだ敵の、それがちょっと分かんないな。まあ いや、とりあえず倒しといて。お腹空いちゃった。なんでこいつこんな食いしん坊みたいな。やばいやばいやばい、届かない届かないぞこれ。まずゼロで攻撃を仕掛けて、いやちょっと待ってよ、普通に倒せっか。いや、やっぱりちょっとゼロだな。どうするべきだ。サイラスで普通に倒してからゼロで攻撃をして援護攻撃を混ぜればいいのか。悪く思わないでくれ。お、 D に上がった。これでこいつも手槍が使えるぞ。でこれでどうだ。私は永遠の子供。おりゃー、オッケー、いっちまったか。よし、だいぶ落ち着いたな。あとはこいつか。こっちに来たらサイラスで排除するか。もうズメ、マジで死ぬ。ライブライブで、こんなものかな。とりあえずこのターンはで、フェリシアで回復をさせてから弓で狙って、あ、倒せんな。いいねいいね。さあ行きますよ。サクッと。オッケー、こいつもそろそろ抜かせるか。でサイラスはまあこの辺でいいかな。ニュクスもこの辺でいいかな。アクはちょっと向かわせるか。そうすると、で主人公をこっちの方に置いといて、もう詰め、ここら辺で大丈夫だな、適当だけど。よしよしよし、だいぶ落ち着いてきたな。なんか敵が出てきたけど、どういうことよこれ。ちょっと待って、弓兵危険区域、マジ超危険だな。あとは下げよう、絶対安全なとこまで下げよう。でどうする、主人公で討伐に行くか。違う、下げればいいんだ。でもこれ上に来たら、アクアの方に来たらやだな。ゼロを外して、主人公はちょっと多分2発食らっても大丈夫だから、ここに置いとこう。でこいつをここにやって、こいつをここにやって、こいつをここにやれば、とりあえずは安心なはずだ。おっとっとっとと、エルフィーエルフィー、機動力少ないんだから。来た、赤の方に来たな。ってことはなるべくレベルの低いやつで倒したい。あと誰だ。あー、こいつレベル低いな、倒せない。これで倒せんな。なんだ、なかなかやるな。オーケーオーケー。で多分アクアこっちに一発で死ぬことはね、多分ないと思うんだよな。サイラス救出しとこう。こういう時にちょっと救出が役に立つな。これで大丈夫なはずだ。でニュクス、ニュクスとりあえずここら辺に置いとくか。
俺でどうだ、一体ずつ確実に排除していこう。大丈夫で、攻撃と厄介なんとか勝てたな。 OKOK、 あとはこのボスを倒すだけか。主人公だな。まずちょっと安全区域で固めて、モズメちゃんでな、倒したいといえば倒したいんだけどな、それは俺のわがままか。よし、こちら辺でいいよ。主人公でどんだけ減らせるんだ。結構減らせられるな。流石が当たればの話だけど、アンヤ軍よ、白夜の槍術しか飛びるがいい。くらえい、ダイ9か。0の弓でどんだけ当たる。1残る。これすげえいいパターンだな。投げ撃なぎなたみたいなの使ってくるけど、モズメで倒したいからな。でも 65% が2発当たればって話があるから。たたたたたた、外したし。モズメちゃーん、3の方もかよ。おとなしくこいつで倒すか。じゃあ結構回避率が高いんだな。奥にやろう。66と75、どっちかは当たってくれ。オッケー。意外にこいつレベル伸びてないからな。無念で8レベルか。魂が躍動する。魔力が上がんない。やたら技が高いなこいつ。アナレルプルフ2次クラスチェンジ。あれ、そうか、制圧しないといけないんだっけ。回復させとこう。回復させて少しでも経験値を稼ごう。あとうちの馬ちゃん、いた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 、がいると。 OK OK、 いけないし。まあこいつはここら辺に行くか。じゃあ誰で、なんか制圧するやつ経験値手に入ったりするのかな。クリアします。よろしいですか。宝箱もうないよね。この2つだけだよねと。うん、じゃあ制圧するか。いやー苦労したな。一回アクアが死んだけど。久しぶりねミカミックス。うん、俺がリセットかけたおかげで君もこうやって元気なんだよ。なぜお前がアンヤ王国に、いや、それより、なぜ白夜兵に狙われていたんだ。白夜兵はお前の味方のはずじゃ。ええ。そのはずだったわ。けれど、戦争が起きてからみんな変わってしまった。白夜の王子であるあなたがアンヤ王国側に着いた後、敵国と少しでも関わりのある者は信用できないと言って、排除する動きが始まったの。え？白夜でそんな動きが始まったのかよ。そしてその矛先は、アンヤ王国出身である私に対しても向けられた。龍馬がそんなことするなんて。あ、龍馬がかばってくれたのか。龍馬たちは私をかばってくれたけど、私は白夜王国の兵たちに捕らえられここまで連れてこられたの。あなたたちがいなかったら私どうなっていたかわからないわ。いや、いても最初お前殺されたよ。だからありがとうミカミックス。心が痛い。すまん。本当にすまんアクア。お前が捕らえられたのは俺のせいだ。俺がアンヤ王国側に着いたばかりにアクアをこんな目に遭わせてしまった。いいえ、あなたは気にしなくていいわ。戦争が始まった以上敵国を警戒するのは当然のことだもの。いつかアンヤと白夜が争う日が来たらこうなることは分かっていたわ。そんな、ねえ、あなたさえよければ私も一緒に戦わせてくれない。それがきっとこの世界の戦争を終わらせるために一番いい方法だと思うから。ああもちろんだ。白夜王国にいた頃俺はお前に何度も助けられた。
そんないっぱい助けられたっけ。今度は俺がお前を助ける番だ。ありがとう。恩を売っておこうっていう手立てだな。なんてひでえやつだ。あなたにまた会えて本当によかったわ。捕らえられていた間もずっと私あなたのことを考えていた。なんでだよ、こいつらほぼ初対面だろ。だってきっとあなたは、お兄ちゃん、こんなところにいた、てめえ邪魔すんじゃねえ。アクアといいところ、もうみんな出発の準備始めてるよ。エリーザ、ん、なんか綺麗な人とお話ししてる。お兄ちゃん、この人は、この人はアクア、今日から一緒に戦ってくれる心強い味方だ。アクアは昔アンヤ王国から連れ去られた王女なんだ。アンヤ王国の王女、それじゃあこの人ってもしかして私のお姉ちゃんなの。そうだなあアクア、てんてんてん、アクア、私全然知らなかった、早く言ってくれればよかったのに。会えて嬉しいよアクアお姉ちゃん。私も会えて嬉しいわ。そんな簡単に受け入れられるのか。いきなり目の前に知らない兄弟が現れたらすげえ動揺するだろう普通。これからよろしくねエリーゼ。もちろんだよ、新しいお姉ちゃんってなんか照れくさいね。いやいやいや、だって今日いきなり新しいお姉ちゃんですって紹介されても受け入れられねえよ。そうだ、早速みんなに紹介しないと。アクアお姉ちゃんこっちこっち。え、あまりアクアを引っ張りますなよ。アクアはさっきはどうしたんだ。まるで自分はエリーゼの姉ではないとでも言いたそうな。ただの気のせいか。確か腹違いなんだよね。というところで、まあちょっとズルしましたけど、すいません。無事9章をクリアすることができましたので、まあちょっと次回からは、もう死んだら、そいつは死亡ということで、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。